こんにちは、ドロジーです。3月の23日15時から開通になります東温スマートインターチェンジの工事現場へ行ってみたいと思います。あと1週間後になりますので、かなり進行しているのではないでしょうか。その様子をお伝えしたいと思います。桜ですね。これは桜ですね。誰も知ってる桜。桜のつぼみがかなり大きくなってますね。予報では3月の20日から25日の間に咲くということになってますが、どうでしょう。標識ですね、この上は。標識まだ伏せてますが、多分東温スマートインターチェンジ入り口とかで書いてあるんでしょうね。この上ですね。結構大きいです。いい音がしますね。よいしょ。高松松山方面ですね。 ETC 専用入り口となってますね。 ETC 専用入り口、ET ですね。こちらが高松松山方面です。高松松山方面ですね。なるほど。標識はここにもあります。ここで水色のが高松方面になりますね。そして、茶色が松山方面、手前の入り口から松山方面下りですね。水色が高松方面、瀬戸大橋を渡って大阪、東京、北海道、ずっと本州に繋がっているということですね。はい、それではもう少し歩いてみましょう。今日はですね、風が強くて、本来はドローン撮影をしたかったんですが、ドローンのバッテリーもなくですね、風も強いということで
充電したつもりですが、1週間ぐらい経ってましたのでね、放電したのでしょう。 40% ぐらいはあったんですが、少しよく安全を見てですね、やめました。その代わりですね、歩いてですね、現場を見たいと思います。これが入り口ですね。これが手前が松山方面ということです。怒られるのを前提にね、入ってみようか。足跡がついとったらいかんやろ。これ信号はないんですか？信号ないんですか？ほう、はい、信号があったら余計渋滞になるけんかいな。そうですか。まあ1日100台ぐらい、いや3000台ぐらいを見越したんじゃないかな。ほんと信号がないね。あとで考えてつける。あとでつけるんかもからんな。これ YouTube 載せたいんですよ。ここモザイク入れてもらわないか。いや、モザイク入れたら視聴率下がるでしょ。ほんと信号ないですな。ここはつけないかんじゃないんかいね。予算削ったんかいね。ねえ、やっぱりあの交通量が増えたらつけるんでしょうな。あの人なんかちょっと危ないような。そう、大型とかね、あの辺で。信号これ4機つけたらどうかね。お金もいるし、あの交通渋滞になるかもからな。あごとまではあるんだね。これは少ない。これ ETC のあのあれはあのどこにあるんですか？あの上。登って行ってみましょうか。すいませんって言われる。これあの通行次第してもいかんのやろな。人はダメ。人は。自転車、原付とか、だからもうバイクでもちょっと大きいやつからじゃない。人も ETC 持っとても行かんないやろね。笑うで。ピーと開きます。開くます。それに首引っ掛けて。監視カメラがついとるけど。監視カメラがついた。なるほどね。なるほどね。利用料が多ければいいけどね。
こちらが下りの入り口ですね。下りと言いますのは松山方面になります。下りの入り口、乗り降りがこちらからですね。このブルーの線がずっと続いているのが上りの高松方面になります。下林、神林という方向です。まあこの道からですね、裏道になるんですが、交通量は少ない松山方面へ抜けることができます。松山伊予市方面ですね。近道行けば高松上りになりますね。ここにも大きな標識がありますね、2つ。ここも大きく書かれていることでしょう。Thank you.
ぐらいですね。ETC 専用出入り口になります。非常に料金所が混むことなく簡単に乗り降りができると思います。周りは大変のどかな田園地帯になっています。向こう側に市役所、市役所があります。市役所ですね。こういう大型が上り下りを利用することでしょうね。現在は多分ですが、裏道を通ってこの大型などは松山市、伊予市の方へ裏道を通って行っていくことだと思います。高速入り口ですね。このように大変この1分くらいの間に大型自動車トラックが結構走ります。先ほど言ったように裏道を通って松山伊予方面大津の方へ行っていることだと思います。この車、大型車がここで高速に乗るかどうかですね。乗ればかなりの時間が削減できるかと思います。まあ工業団地の近くにできましたので大型自動車、貨物自動車をメインに考えているスマートインターチェンジではないでしょうか。
ですか。はい、行け。ペンチのコーナーで、ああ、他に、はい、ね、水溜めるんやろね。私もね、これ多分、うん、プールにちょうどいい感じやな。うん、一点二度ちょ小さいな。残す5日間ですが、このようなところが工事が完了するのでしょうか。ここは池のはずなんですが、まだ池の形にはなってないですね。昨日が歩いて通れたそうなんですが、雨であったのとドラジ全く知りませんでしたので、あそこが市役所ですね。あそこが市役所から非常に近いです。市役所愛大医学部、この方向がドームですね。総合公園ドーム、こちらの方が松山方面、これが工業団地です。強いですね。これは午後からもドローン飛行はドローン撮影はできないですね。また下手に撮影をしてますとドローンと落ちるような感じがしますね。風が強いんですが、この一級河川の河川の状況も春めいてきたようです。菜の花ですね、大変綺麗です。だんだんと様子が変わってきます、今日はですね、野良犬、野良ちゃん、犬の方はどうも見当たらないですね。よいしょ。綺麗ですね。黄色は非常に元気が出ますね。ここは自転車専用道路になっております。自転車専用道路です。車は行けません。自転車と人
と歩道になってますね。このようにね、自転車が行くんですよね。自転車専用道路、これは松山市の方へ上下合わせて50キロぐらいの自転車専用道路になっております。知事が非常に自転車が好きということもあったのかですね、早くから整備ができております。山肌ですね、大変綺麗です。春になると、もうあと1ヶ月もすると青々と緑に変わります。ドローンを飛行させようとしたんですが、まあバッテリーもなかったのですけども、風が強いので中止をしました。よいしょ。野原ですね、いろいろな雑草が生えております。我がふるさとの石、いやいや、皿が見えですね、まあ、お皿の形になっているということで、我がふるさとの皿が見え、標高ではですね、こちら左の方へ曲がってみましょう。左、ここに標識がありますね。ここに標識があって、右が高松松山の方の ETC 専用入り口ということですね。このようにブルーがブルーの線ですね、これが高松方面下り、上りになってます。でこちらからこちらの方へ右へ行けば松山方面ということで、下りになりますね。でここにはですね、信号がないんですね。一時停止になってまして、信号がない。今後はつけるのかどうか分かりませんが、信号はあった方がいいような気もするんですが、予算の関係でしょうか。はい、このブルーになりました。はい、ブルー、ブルーは右に曲がると高松方面の上りになります。
ですね、周辺の道路の標識あるいは表示もですね、いろいろと表示を変えております。3月の23日15時からですね、開通ということになります。僕もこの信号拡張工事ですね、このまっすぐ行けば11号線ですね、で右左左右が193号線、これは県道になります。193号線の行ってみましょう。ここは信号があります。拡張工事をした、したところですね、この交差点、はい、それではですね、右の方に回って行きます。今いろいろ準備しております。はい、この右のお家はですね、拡張工事によって、新築された